火星人とは、火星に住むとかつて考えられていた知的生命体であり、架空の宇宙人である。18世紀前半、カール・フリードリ・ヒガウスやシークロスは、ランタンと鏡を使って、火星人に、光学的な信号を送ることを構想した。遅くとも、この時期までには、火星人の存在が意識され、取り沙汰されていたことがわかる。1877年の火星大接近の際、 イタリア王国のミラノの天文台帳である天文学者ジョバンニスキア・パレッリが火星を合計22センチメートル屈折望遠鏡で観測している時に火星全体の表面に線状模様があることを発見した。それを発表の際、このリーと記述したものを英語に翻訳された際かなると語訳され、それは運河であるという説になった。模様が直線や円などのなす。 企学模様で、とても自然に作られたようには見えないことからも、そう考えられるようになった。また、運河があるのならそれを作ったものがいなければ、ならないということで、火星人が存在するに違いないという説が、広まり始めた。また、運河は火星全体を覆うように縦横に張り巡らされており、これほど大規模な施設を建造できるなら、火星人は地球人より、 はるかに進んだ文明を持っているという説も出された。ローウェルが観測した火星の運が火星人が存在するという説を強く支持した人々のうちの一人がアメリカ合衆国の天文学者パーシバル・ローウェルで火星及び火星人の研究に大いに貢献した。彼は実業界の出身で火星観測のため資材を投じてローウェル天文台をアリゾナに建設した。 20世紀後半には多くの火星探査機が火星を直接観測し、また地上からも大口径の望遠鏡による観測が可能となったことで、線上模様に見えたものはより微細な状態として観測されるようになった。その結果、運河も発見されておらず、火星表面にはほとんど水が存在しないことも判明した。また惑星形成理論に照らしても、 火星での生物の存在は確認されておらず、当然ながら火星人の存在は天文学では証明されてはいない。火星人と火星人の戦闘機械を描いた宇宙戦争の表紙イギリスの SF 作家 H.G. ウェルズが1897年に小説宇宙戦争を発表し、そこに登場したタコのような火星人のイメージが世間に定着した。 異常に発達した頭脳に対して死死は退化しており、消化器官も退化していて、動物の血液を直接摂取して栄養を得る。これらの特徴は、一応は火星の環境を考慮している。すなわち、重力が地球より小さいから、体を支える構造が軟弱で、空気が薄いから空気を吸い込む部分が大きい。トライポッドと呼ばれる巨大戦闘機械によって、 地球上を蹂躙するが地球の病原体に対して抵抗力を持たなかったために全滅する。タコ型火星人はその後も様々な作品に頻品と登場することになる。しかし、ウェルズ以降に火星人のイメージがタコ型に統一されたわけではなく、むしろウェルズ以外にタコ型火星人を描いた有名な作品を探す方が難しい。エドガー・ライス・バローズの火星シリーズや レイ・ブラッド・ベリの火星年代記に登場する火星人は非常に人間に近い。また、フレデリック・ブラウンの火星人ゴーホームには異星人のもう一つのステレオタイプである緑の小人型火星人が登場する。当の宇宙戦争地帯、2005年の映画化では侵略者の姿がタコ型ではなくヒューマノイド型に変更されている。ありがとうございます。